このクソ動画を見てくださってる皆様、本当にありがとうございます。前回作ったクソ動画、オリックスの闇についての動画はご覧になりましたか？見ていない方はぜひご覧ください。野球選手は野球以外のところでも評価されることがある。いきなり始まったぜ。マー君がベストジーニスト賞を取ったり、最近驚いたのが、清原さんのベストファーザー賞だ。あれ？清原さんって離婚してなかったか？そうだな。清原氏はあの件の際に離婚している。清原氏のベストファーザー賞、受賞の理由は、挫折を経験しながら、二人の息子に向き合い再起を果たそうと前向きに生きている、ということだった。言ってる通りだと思うぜ。息子さんの試合を見に行ったり、清原氏自体が前向きにいろいろなことをチャレンジしていると思うぜ。そうだな。もちろん受賞に関しては賛否両論あるし、受賞自体を心よく思っていないと思う人もいる。受賞したかどうかは別として、過去を反省し立ち直ろうとすることはいいことだ。罪は許されないがな。辛辣だが、自分の過去に立ち向かうことは大切だぜ。で、今日は賞の話か？今日は、野球界のベストファーザーを紹介していく。そもそも、ベストファーザー賞は結構な種類がある。日本メンズファッション協会と日本ファーザーズデー協会が、共同して表彰しているベストファーザー賞と、日本生活文化推進委員会が表彰する、ベストファーザー賞があり、それぞれが色々なベストファーザー賞を表彰している。いっぱいあるんだぜ。今回清原氏が受賞したベストファーザー賞イン関西。他にもプロ野球専門のベストファーザー賞インプロ野球やイン東北。全部出したらキリがないぜ。今回は、ベストファーザーインプロ野球の受賞者を見ていく。とにかく、受賞者が多いので、セリーグとパリーグに分けている。なんか、離婚してるやつ混じってるぞ。中村のりひろしとかラミちゃんとか。皆まで言うな。今幸せならそれでいいんだよ。そうそうたるメンバーが揃ってるのは確かだぜ。これでチーム組んだらクソ強だぜ。その他のところは次の年ちょろっと発表されたりとか違うベストファーザー賞を受賞した選手を乗せてる。和田豊氏が乗ってないぜ。それは言ってはいけない。七のおかげで家族愛に気づいてるはずだ。続いては、パリーグ。無理やりパリーグに進んだぜ。これって、どっちかといえばベストファーザーってより、すごい選手集団な気がするんだぜ。正直な話、私もメンツを見てそう思った。ただ、一人を除いては子煩悩だったり、家族を大切にしたり、離婚しても新しい家庭で幸せを築いたりと順風満帆だ。一人を除いて？彼だ、鈴木貴博氏だ。巨人のダイソーのスペシャリストとして現役時代名を馳せた彼だが、2016年引退時には本当にベストなファーザーだったのか。引退試合で妻も子供も呼んでいない。とにかくいい噂はない。名前を調べるときに、検索キーワードに離婚と出たのは鈴木貴博氏だけである。あまり、週刊誌のことは書きたくないが、内容だけなら、元ロッテの清田と同クラスだ。ベストファーザーじゃねえぜ。そういえば、巨人で放棄してたよな。2019年のシーズン中に辞任したな。チームも順調だったのに、なんでかはわからん。私は、なるべく不確定な要素は書きたくない。絶対謎のままならいいが、鈴木貴博氏はもう表舞台に顔を出さない可能性もある。だから、本当のことはこのままだと話されないと思うぜ。確かに、真実は謎に包まれる可能性はあるが、私はそれはないと踏んでいる。何か、重大な発表があるのか？だって、鈴木貴博氏、YouTube してるもん。多分詳しく話してくれる日が来ると思う。もしかしたら詳しく話してるかもしれない。私は陰ながら応援します。このクソ動画をご覧いただきありがとうございました。皆様と共にいい動画を作りたいのでよろしければ、コメント等お願いします。チャンネル登録しても罰は当たらないよ。ここまでご視聴、ありがとうございました。